皆様、オカルトラジオへようこそ。今日はどんなお話が聞けるのかしら。はい、DHC オカルトラジオ、ともです。木村です。ケイスケです。はいはい。飛んじゃった絶対3人合わせてくると思ったのに飛んじゃったどっちにしようと思って飛んじゃった。はい、皆さん、はい、最初のオープニングから、まあ、もちろん見てくれてると思うんすけど、はい、今回違うの気づきましたか？ちょっと違いましたね。違いましたよね、なんか違った、なんかナレーションプロのなんか違ったよ、うん、何が違ったんですか？なんと、はあ、今日は、はあ、ゲストがいます。おお、久しぶり、ゲスト会。おお、はい、誰ぶりですか？カナタさんぶりですかね。そうっすね、そうっすね。しかもあれ7月6月でしたっけ？うん、それぐらいじゃない？そうっすよね、うん、結構久しぶりです。久しぶりの、はい、ゲストです。はい、いいですか、早速呼び込んで、はい、初めのナレーションをしてくれた方が来てるってことですね、はい、そうです、そうですよね、はい、はい、いつもとは違いますよ。いつもとはそうそうそう、いつもとは違う。いつもとは違う。違う、はい、東京都からお越しの、はい、星野由紀さんです。こんにちは。お邪魔します。ありがとうございます。本当にあれです、私結構おからじさんのアーカイブ、はい、結構何話も聞かせていただいてるんですけど、はい、本当に、あ、こんな感じでやってるんだな。そうそうそう、こんな感じです。こんな感じだな。はい、通常運転です。よく言われるんですけど、はい、こんな感じなんです。お邪魔します。いや、よろしくお願いいたします。はい、星野由紀です。よろしくお願いします。はい、初の女性ゲストですね。本当ですよ。あ、そうなんですか。そうなんですよ。もう本当にいいですね、なんかいいですね。なんかこういつもと空気がちょっと違う、むさ苦しい感じがね、だいぶこうだいぶ中和されてますね。ね、されてますね。ありがとうございます。よかったですよ、よかったです、はい。まあ、ケイスケとね、木村さんはあの隣同士じゃないですか、うん、僕は対面なんで、うん、そうですね、ちょっとドキドキしますね。顔見て喋るんで、もうなんか今日木村さんの方しか羨ましい。そこ行きたかった、ね、木村さんの方しか見てないです。確かに僕はそのみんなを見てますんで。見てる。見守っててください。ということで、はい、星野由紀さんを交えて、はい、まず通常回、そうですね、ちょっと紹介、そうですね、しようかなっていう、はじめましての方もね、いらっしゃる。そうですね、あ、じゃあ、はい、星野さんからしてもらってもいいですか。はい、自己紹介を。はい、はじめましての方、よろしくお願いいたします。私ですね、実は怪談師ということでですね、基本的には、ライブであったりとか、あとは DVD ですとか、あと最近エンタメテレさんのお前ら行くなというところで、今探偵さんの見習いをやらせていただいてるんですけれども、主に、まあ、実は怪談を話させていただいております。怪談師でございます。はい、もうライブなんかで怪談を話したりっていうことですね。そうですね、ライブに呼んでいただいて、怪談ライブ行ったことってあります？僕はありますけど。ああ、そう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 か。いや、なんか初めてなんで、なんかすごい楽しみなんですよ。どんなね、どういう話し方とか、どんな雰囲気でとか、そんな楽しみなんです。どんな感じ。今日木村さん内股で、そうそうそう、今日心なしか木村さんもすごい楽しそう、いつも楽しそうですよ私は。じゃあいつも以上に、いつも楽しそうにやってますよ。いつも以上にすごい楽しそう、うん、顔がね終始にやけてる。いつもじゃないですか。いつもっすよ、まあ、ほらもう声が違うっす、ね、ワントーン上がってるっていう。で、まあ今日は星野さんに来ていただいたっていうことで、はい、その、はい、星野さんに話していただいて、うん、その話を、いつものように考察しようか、はい、星野さん交えてっていう、考察していただけるんですね。そうそうそう、階段を、そうそうなんですよ。すごい。星野さんといえば階段図書館なんですけど、本もね出てます。階段図書
書館のメンバーで、まあ、協調っていう形でそれぞれの、はい、持ちネタを、まあ、本にしてっていう、はい、そうなんですよ、はい、実は僕と木村さんはね、うん、あの事前に読みまして、はい、すごいね面白かった、めっちゃいい話ばっかでした、嬉しい、ありがとうございます。ケイスケはね、あの、はい、この話を、うん、その怪談図書館から今日一話してもらおうと思ってるんですけど、はいはい、いいですねいいですね、あのその新鮮な気持ちで聞きたいからっつって、あ、なるほど、俺がダイジェストで言ってあげるよって言ったのを断って今この場に、うんうん、なるほどね、あ、じゃあ初めて、はい、あ、いいですね、知らない、何も知らない、らないんで、いいですね、それもいいですね、あ、なんで、確か、でもな、どの話してくれるのかな、そうそう、結構な数書いてるんで、5、6話あったんで、もしかしたら私自身忘れてる可能性もある何の話だっけそれみたいになる可能性もある、星野さんに選んでもらって、うんうん、その中から、はい、そうかそうかそうか、そうか、の方がまあやりやすいかなっていう、なるほど、ね、あ、でも一応、うん、と話が、と好きな話がもしそのあれば友の読んだ感じで、あ、その中のどの話が良かったかっていうのは一応聞きたいなと思って、あ、確かに、それは事前に言っといた方がいいですか、事前に、あ、今、うん、今は聞きたいなと思って、僕は、うん、七人岬の話みたいな、みたいな話、あの家の周りをねぐるぐる囲まれて、星野さんの話全部実体験なんですね、あれはそうですね、実体験、ね、とあと友達から聞いた話もあるよね、聞いた話も何話かありますね、それは実体験です、今友さんがおっしゃったのは、うんうんうん、あれは良かったな、良かったっすか、本当、はい、あれ謎が残る話ですよね、謎なんですよ、今でもわからないんですよね、今のところまだ全く入っていけないです、そうですね、まあ気になった方はその怪談図書館ね、はい、読んでもらえれば、私はねあれですね、水商売の友達から聞いた話っていう、はい、あれか、うん、気になりました、あれもね、後味悪い、そう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 、後味悪い系のあの話、あれはすごいいいなって思ったな、さっきあの星野さんとケイスケと3人で心霊スポットにちょろっと行ってきたんですけど、うん、はいはいはい、その時に話してたんですけど、うん、やっぱ実話怪談って、うんうん、そのオチがなくて生々しいっていうのが、うんうんうん、そうなんですよ、うん、っていうのが特徴というか、うん、あれなんで、そうなるとあの話はうってつけ、実話怪談うってつけっていうか、うん、そのオチがないじゃないですか、何か分かんないっていう、あ、その水商売の、あ、そうですね、あ、でも星野さんの話なんか大体そういう感じだったような気がする、謎が残るんですよ、そうそう、謎が残る感じで、そうなんですよ、あれはすごい良かったなと思って、うんうん、いいなと思いました、その数ある中から今日は、今日はどうしよう、どうしましょうどの話がいいかな、ちょっと一回見てもいいですか、あ、いいですよいいですよ、はい、復習してもらって、はい、これね打ち合わせしてないんで、どれがいいかな、まあ、どれが来ても僕は楽しみなんですね、そう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 、それはそれすごくいいなと思って、さんはどれも分かんないですもんね、そうなんですよ、なるべくあのリスナーさんにも興味を持っていただけるお話をちょっとチョイス、いや全部面白かったですよ、あ、本当ですか、うん、ありがとうございます、全部面白かった、ただ中には若干その放送にちょっと載せるのをためらってしまうような話もあるんですよね、そうかそうか、じゃあ、せっかくなんでここは私の実体験をお話しさせていただこうかなと、いいですね、いいですね、はい、思います。私とこれまで結構一人暮らし歴が長いんですけど、うん、割と点々と引っ越してきてるんですね。うん、でこれは以前、神奈川県のまあ某所に、一人で住んでいた時のことなんですけど、その時住んでたお家っていうのがですね、皆さんわかるかな、あの借家って言って木造の平屋建ての一戸建てってなんとなくわかりますかね、うん、はいはいはい、わかります、ちびまる子ちゃんのお家みたいな、はいはいはい、はい、まあ、こっち田舎なんでよくあります、そうですか、はい、あの集合住宅じゃなくてコテージみたいにこう一個ずつ、うん、はい、一棟二棟みたいな感じで、そういうお家に住んでたんですけど、そこがですね結構築40年って言ったかな、かなり古い建物 で、うんうんうん、でまあ、木造だったんで結構ガタも来てたんですけど、その立地にしてはまあお家賃が安いっていうのと、うん、私実はその当時は現役で声優をしておりまして、
で家の中でやっぱり声を出したり喋ったりすることが多かったので、アパートとかそういう隣とくっついてるところに住むっていうのに抵抗があったんですよね。なんでそういったお家にその時は住んでいたんですね。でその時住んでた家って実は結構いろんなことがあったんですけど、今回お話しするのはその中でも特に今でも不思議に思っているお話なんですね。ですね、そのお家の間取りっていうのが、2部屋そしてキッチンバストイレ別っていう広さだったんですが、リビングの真ん中で私パソコン広げて打ってたんですね。パソコン作業してたんです。そしたらそしたら遠くの方から物音が聞こえてきたんですよ。で、まあ、住宅街なんで別に物音がすること自体は不思議ではないんですけど、聞き慣れない物音なんですね。それがで、この音なんだろうって、しかも規則的に聞こえてくるんですよ。あれなんだろうなと思って耳を澄ませたら、シャーン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 、あの鈴の音なんですよ。あの尺状っていうの皆さん分かりますかね。お遍路さんのような方がこう持ってる長い杖の上の方に大きい鈴がついてるような、あんな感じの音なんですよ。それが徐々に近づいてくるんですね。で、この音なんだろうなと思ってたんですけど、どうやら一人じゃなくて複数なんですよ。でかなりの数のその鈴の音が近づいてきたんですね。で、あ、どんどんこれうちに近づいてきてるんだなと思ったんですけど、そしたらその尺状の音がうちの敷地内に入ってきたんですね。っていうのはうちは道路のすぐ横に立ってるんですけど、あの家の敷地内ってその防犯のために玉砂利が敷いてあるんですよ。玉砂利っていうのは要するにこう踏むとジャラジャラジャラってものすごい大きな音が鳴る砂利なんですけど、それを踏む足音も一緒に聞こえてきたんですね。シャーン砂利砂利シャーン砂利シャリジャーンみたいな、で鈴の音とその玉砂利の音と両方聞こえてきたんですよ。あ、道からそれてこれうちの敷地内に入ってきたなってその時思ったんですね。でその時ちょっと、あ、怖いなと思ったんですけど、その砂利砂利砂利っていう音がどんどんうちを取り囲んでいくんですよ。うちの周りを、だから完全にうちの敷地内、しかも私の家の私の庭にも入ってきてるわけですよ。で完全に家を取り囲まれたんですね。でシャーンシャーンってその杖をついてるわけですよ。シャーンっておそらく10人以上いたと思います。で四方八方からそれが聞こえてきて、で怖くて見に行けなくて、でどうしようと思ったんですけど、でもカーテンを開ける勇気もなくて、でしかもうちの家っていうのはこうすだれっていうんですかね、あの 窓の外にこうすだれだったりとか自転車を置いてたりしてちょっと見えづらくなってるんですよ。なんで確認することができなくて、誰が何をしているのかっていうのが分からなかったんですよ。ただものすごい大きな音でシャーンシャーンっていう音がする、しかもそれがうちを取り囲んでいる、そういう状況で、あ、どうしようと思ったら、その何人かいるうちの一人が突然読経を始めたんですね。でもそれがお経だったのかどうかっていうのは正直分からないんですよ。ただ呪文のような何かマントラのようなものを唱え始めたんです。1人が唱え始めたら続いて2人目3人目4人目って臨床みたいな感じで、そこにいる十何人かが一斉にそれを唱え出したんですね。でその声がどん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 大きくなっていって、 鈴の音と一緒に大合唱になったんですよね。で一人一人がもう絶叫してるんですよ、その何かの呪文を。すごく怖くて、どうしようと思って、でも10人以上の人たちが大絶叫をしているので誰かが気づいてくれると思って、で周りの家の人たちも何事だろうかと思って通報してくれないかなと思って私はずっと我慢してたんですよ。そしたらそれがしばらく続いて、多分3分か5分か体感時間それぐらいだったと思うんですけど、一人また一人とその度胸が終わっていったんです。で最後の一人がその度胸が終わって静寂になりました。終わったかなと思ったらジャリジャリシャーンジャリジャリシャーンジャリシャーンって言ってまた玉砂利を踏む足音が聞こえてきた。でどうやらその家の周りからこう集まっていって道に出たらしい。ジャリジャリっていう音が聞こえなくなった。そしたら今度は鈴の音だけになって、その鈴の音がだんだんシャーン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 と下がっていったんですね。で、あ、これは
おそらく結構離れていったんじゃないか、まだうっすら聞こえてる状態のところで、これだったら外に出ても大丈夫なんじゃないかと思った。私はようやくそこで意を決して玄関を出たんです。で、玄関を出るとすぐさっきも言ったように通りなんですよ。で、大きな通りで一本道でずっと見渡せる道なんですね。誰もいないんですよ。前を見ても後ろを見ても誰もいないんです。ただ音だけがずっと聞こえてるんですね。シャーン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 って曲がり道ないんですよ。で、その音だけがずっと聞こえてて、で、その時私がそれよりも気味悪かったのが誰もいないんですよ。真っ昼間の住宅街なんですよ、うん、誰もいないんです。普通だったら往来してる人だったり、ね、犬の散歩してる人だったり、車も絶対通ってるんですよ。その道結構その駅まで続いている道なので、絶対誰かしら歩いてるんですよ。夜中でも人がいないなんてことはまずないんですね。誰もいなかったんです。これが未だに不思議なお話ですね。あの瞬間本当に誰もいなかった。人生で初めてです、誰もいなかったっていうのは。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。いや、まあ、このお話はね、その怪談図書館という本に載っておりますので、はい、そうですね。はい。いやー、うん、すげえ、なんだろうね。不思議ですよね。なんだったのか分かんないんです。その集団も何だったのか分かんないし。誰もいないのは確かに、うん、その都内ですか、神奈川の、神奈川県の限りなく都内寄りです。そんだけ都会の方だと誰もいないってなかなか、ね、まず私そこにどれぐらいだろう、6年ぐらい住んでたんですけど、うん、まあ毎日人めちゃめちゃ多いですよ。もう僕ん家の前の道はかなりストレートなんですけど、はいはい、もう10時11時には人が消えるっていう。それはまあ町のせいですそうなんであれなんですけど ね、はい、いやでもすご すごい、まずその音がね、やっぱり、うん、なんで星野さん家に来たのかっていう、うん、なんでなんですかね、なんなんですかね。その星野さん目当てなのか、うん、家目当てなのか、そこなんですよね、うん、どっちなんだろう。家目当てだったらそれ1回きりですか。その1回だけですね。家目当てだったらもうちょっと来そうですもんね。いや違う、住人が変わるとさ、なんかあるみたいな。ああ、はい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 、そっかそっかそっか、なるほど。住人が変わるたびに1回来る。はい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 、はい、何をしに来てるの。次の人に聞いたら、あ、聞いたことあるかもみたいな。前の人とかも、その家あるあるみたいな、うん、そもそもそれが、うん、本当にその人が、うん、来てたのか、うんうんうん、まあ、そういう音が聞こえてたのか、うん、まあ、その玉砂利の音もしてたけど、うん、まあ、果たしてそれが本当に誰かが踏んで聞こえてた音なのか、うん、っていうところも分かんないですよね、うん、そのね、玉砂利の音がするときには見てないんで、うん、そう、姿は見てないんですよ。そうですよね。でもまあ通りに、最後通りに出た時は音は聞こえてたけど姿は見えなかったっていうことですもんね。シャーンっていう鈴の音だけはずっと響いてましたね。その誰もいなかった、外に出て誰もいなかったって、うん、あれと思っ、ちょっと出た時に誰もいないっていうのは、はい、多分気づいたんですよね。そうですね。うわ怖いと思ってまた家に戻ったみたいな。家の中入りました。もしかしたらその時だけ、うん、音だけ星野さんにだけ聞こえてて、うん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 、で本当は周りの住人もいるんですけど、うん、異世界みたいな状態でパラレルに、うん、に一瞬入ってたみたいな。異世界っぽいな、なんかその独協で異世界にスイッチが入って、うんうんうん、あー、やめてほしい、何のためにも。でもまああれか、一回家入って、うん、もう次の日っていうか、その次に出た時は、そこから数時間後には出てるんですけど、普通には戻ってたはずです。普段通りの、普段通りの日常。もうなるほど。
もうもしかしたら鈴の音が最初に聞こえた時点でもうパラレル入ってたのかな、うん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 それもありそうだね。まあ、その星野さん の, あのと行く先々でその現象が起こるわけじゃないからやっぱり 家依存というか、パラレルとつながってる家みたいな、うん、なんかそういうね、うんうん、そこれちなみに大家さんには言ったんですか？いや言ってないですね。これはただ、ね、そのお家のなんていうんですかね、割と審査が緩いっていうか、なんか私が住んでた前にはどうもね外国人の方が住んでたらしいんですよね。なんかお一人で、で、なんていうんですか、どういう仕事をしてる方とか本当にわからない方だったらしいんですよ。ちょっと謎の人が住んでたらしい。誰でもまあ入れちゃうような、おそらくなんか最低限のその収入の証明みたいなのがあればおそらくは誰でも入れるんじゃないかな。なんか曰くがありそうですよね。ね、曰くありますね。築年数もかなり、40年以上ってことだったんで、ね、何かしらあってもおかしくない。最初僕はもう小説を、その小説っていうか怪談図書館を読んでたんで、うん、この話はしてたんですけど、うん、それを読んだ時になんか七人岬みたいなお話だなと思って。うん、七人岬って7人でその、まさにその鈴のこういうの鳴らしながら来て、でそれに見つかると、一人七人岬に入れられて一人その中から成仏して、で自分がその中の一人になるみたいな、でずっと七人で、どっかの地方の言い伝えみたいな感じだよね。島ちょっとどこだったか知ったんだけどな、ちょっとどっか忘れちゃったんですけど、ケイスケもね、で僕大阪に住んでたんですけど、大阪のアパートの前でも見たことありますよ。でも普通にお坊さんが修行みたいな感じで歩いて列になってっていうのを見たことあるんですよ。プラス実家で中学校の時に僕ん家の目の前お墓なんですけど、みんなで肝試ししようぜみたいな感じになって、そのお墓で二手に分かれて、グループ二グループで二手に分かれて回るみたいなのやってたんですけど、なんか一人女の子がうわーって言い出して、どうしたっつって指さす方を見たら、反対側の道で100人ぐらいのお坊さんの格好した人がジャリジャリやりながら歩いてたんですよ。でそこにいた全員見てるんで、え何あれっつって、お化けではないと思うんですけど、100人岬多いな、多いっていうね、大群衆。でもそのもう一グループは全くそんなの見てないっつって、へえ、不思議な話だね。不思議なんですよ。なんかその家ではなんか他にもなんか現象があるっていうことをちらっとおっしゃってたんですけど、どんなことがあったんですか？ですね、これもちょっと気持ち悪いんですけど、ですね、畳のお部屋 でベッドがなくてお布団を敷いて寝てたんですね、はい、で寝て夜中に目が覚めて、でなんだかな、確かピンポーンって誰か来たんですよ、でそのピンポーンの音がなんとなくこう夢の中でというか夢うつつの状態でポーンっていうのが聞こえて、でうーって起きたんですよ。で、あ誰か来たなって思ったんですね。でそしたらその後もう一回ピンポーンって鳴ったんですよ。でそれは確実に私起きて聞いたんですよ。で誰か来たって思ったんだけど、でも明け方かもしくは夜中だったんで、こんな時間に訪ねてくるなんて絶対おかしいじゃないですか、これは絶対に出ちゃいけないと思って、でそのまま寝たんですよ、ほっとこうと思って。でそしたらガチャって音がして入ってきたんですよ。で嘘だと思って、そしたらそのミシーミシーミシーって何かが近づいてくるんですけど、でその時金縛りにあってて動けなくて、そっちの方向見れないんですよ、で確か右向きか左向きかどっちかに向いて寝てたんですけど、はい、後ろなんですよ、後ろから来るんですよ、で近づいてくるとその畳がこう下がる重みで、歩く重みで下がるのが感じるんですよ、肩に。で確実に誰か近づいてくると思って、あどうしようと思って、変質者入ってきたんだと思ってすごい怖くて、そしたら私もまたいだんですよ、それが風を感じたんですよ、髪の毛がちょっと
ょっとふわってなるぐらいの風圧を感じて、うん、またいでその向こう側に行ったんですよ、うん、はい、でも私のその横向きで寝てるんですけど、その顔の前にでっかい目覚まし時計があって、それが邪魔で見えないんですよ、物体は、その人自体は。でまたいだなって思ったら、その瞬間動かなくなったんで、要するにいるってことじゃないですか、うん、どうしようどうしようと思って、ただ金縛りで動けない、でも絶対にいる、近くにいるっていう状態が結構続いたんですよ、10分かそれぐらい、うんうん、で気がついたら金縛り解けてて動けると思って、ここはこうなんとなくこう寝たふりをして、私起きてませんよっていうアピールをして、泥棒だったらもしかしたらそれで出てってくれるかもしれないと思って、うんうん、なんとなくこううーんみたいな感じで寝返り打ってみたんですよ、うんうんうん、その時に薄目をふっと開けてみたんですけど、誰もいないんですよ、誰もいないし、その後確認したら鍵も閉まってるし、押し入れも全部開けたんですけど、当然誰もいないんですよ。でもあの感じはね、あのまたいだ感じはね、本当に今でも覚えてるんですよ。生々しい、そうですね、畳が下がる感じっていうのが、あのミシーミシーっていう感じ、すげえわかるっすね、気持ち悪い、しかも女性だと余計怖いですよね、めちゃくちゃ怖かったです、あの時は本当に人が入ってきたと思って、はあ、でも私実はこの体験、今の家でもあるんですよ、もう星野さん依存じゃないですか、多分だからそいつ多分私についてる、はあ、なんか星野さんみたいな有名な人になってくると生き量の可能性もありますよね、 あるね、ファンみたいな、ね、私あの生き量2体ついてるって言われました俺たちやられませんかね大丈夫ですか俺たち影響ありそうだな今日で3体目が、ね、今日木村さんの3体目が多分つくと思うので追っ払ってやります木村さんが、他の2人はお願いします、なんか心もとねえっすやばいな、やばいな、ちょっと寄りないうーんっていうこともありましたね。その金縛りにあってる時に感じるその畳踏む感じとか、うん僕も一回あの寝てる時に金縛りにあって、女の人がこう布団にこうグワーって顔を押し付けて、あーあーって言ってきたことあるんですよ、うん、その感覚めっちゃ覚えてますもん。 あれやだよね、めっちゃやだ、嫌ですね、それめっちゃ怖い。あの昔から、はい、あの幽霊見たりとかっていうのはあるんですか、まあ、まあ霊感があるないという話なんだと。私はでもどっちかというと鈍い方で、まず見たことはないんですよ、はい、見たことないし、うん、だいたいどこに行っても私わかんないんですよ、何も感じないんですよ。周りの人たちはここ絶対やばいよね、怖いよね、なんかあるよねって言っても私全然わかんないんですけど、はいはい、逆にその触られたりとか暴力を振るわれたりすることが多くて、私暴力霊にですか、はい、どんなっすか、霊撃どうあのこれは今の家じゃなくて一個前のアパートに住んでた時に、これも寝てる時なんですよやっぱり、うん、あのその時住んでたアパートってあの 3.11 の地震で歪んじゃったんですよ、玄関のドア、うん、ドア枠っていうかドアとドア枠が、うん、なんで開け閉めする時にかなり力入れてガシャンってやらないと閉まらないんですよ。あ、はいはいはい、そういうあのドアだったんですけど、はい、夜中寝てたら、うんガシャンって聞こえたんですよ、うん、でそのガシャンでハッて目が覚めて、うん、何と思ったらドカ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 って足音が聞こえてきて、うん、でキッチンを突っ切って、で私が寝てる部屋にその足音が来たんですよ。怖い怖い怖い、めっちゃ怖い、めっちゃ怖い、めっちゃ怖い。その時も私お布団を敷いて寝てて、うわ誰か入ってきたと思って、その時は金縛りに会ってなかったんで動けたんで逃げなきゃと思ってとっさにこう起き上がったんですね、うんうんうん、そしたら後ろから首に肘をかけられて後ろにバーンって倒されたんですよ。でここを掴まれて左手で肩を掴まれて、はいはい、で右手でこう肘かけられてそのままバーンって後ろに倒されて、で頭打ったんですね、後頭部打って、であと腰とお尻も打ったんですよ、ね、めちゃめちゃ痛くて、うん、立ってる状態の時ですか、立ち上がろうとした瞬間です、はい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 、で起き上がろうとした瞬間に、はい、でもう一気にぐるんって天井が見えて、はい、でもう私最悪な
殺され方をされると思って涙目ですよね、うん、でもそしたら次のアクションが何もないんですよ、うん、ただ倒されて、うん、で何もなくてシーンってしてるんですよ、うん、どうしようと思ってとりあえずその状態でしばらく待機したんですけど、うんうん、拉致が開かないと思っておそろそろ起き上がってみたんですけど誰もいないんですよ、でドアも閉まってるんです鍵もかかってるんですもうレスラーみたいじゃないですかロープ使って来てドタドタドタ何やって星野さんがちょうどダウンから起き上がったからハリアットされてもう3カウントで勝ちで帰ってきますから私しばらく寝てたから怖っただこの話をやっぱりそのなんていうんですかねそのお化けとかそういう怪談関係に精通している方にこのお話をしたところ、うんうん、そこまで物理的に干渉してくるのはおそらく生き霊って言われて、あの死んでるちゃんとしたお化けさんっていうのはあまりそこまで物理的なことってしてこないらしいんですよ、うん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 、僕らもよく言ってるんですけどその物理的に干渉できる例はめちゃくちゃレベルが強いっていう、でも生き霊っていう説もおそらくありますね。生き霊の可能性が高いっていう風に言われて。レスリングとかやってる知り合いライバルいます？いないかな。多分いないかな。じゃあまだ顔を合わせたことない、ね、ファンの方ですね。レスラーの方。レスラーの方なんですかね。ちょっとやめてもらいたい。暴力はやめてもらいたい。すごい痛かったです。すごいっすね。すごいっすね、うん、すごい体験っすね。怖かったですよ、本当に。結構体験してるじゃないですか、うん、結構体験してますね。なんか週それこそ週1レベルぐらいでなんか体験してるイメージなんですけどでもね、見ないんですよ私。ああ、それだけあって見るのもすごいっすね、うん、あと見れたら完璧なんですけどこれだけのことされてるのに見えないんですよ。余計にインビジブルみたいな、うん、ああ確かに透明人間なのかなっていうぐらい。でもそのなんかその隠してくれるのは、うん、そのなんか守護霊がちゃんとしてるからみたいな、その見えないようにしてくれるのはみたいな話は聞きますけど、なら、ね、ラリアットもやめてくれよ。そっちの方防いでくれた方が私的には。食らってんすもん。食らいましたね、完全にダメージ受けましたね。すごいな、すごい体験だ、ね、すごい。なかなかでもこういう話ってなんて言うんだろう、怖い話に結びつけるのが難しくって、うんうん、でその後何かあったっていうことも特にはないんですよ。しかもその時に1回きりとかだとなかなかね、この話をどうじゃあ階段にするとしたらじゃあ何のお化けが何のために出てきたっていうのはないです。オーバーグラウンドっていうかその話にするまでのあれがね、確かにそのまだ足りねえぞっていうネタがなんか気性がなくていきなり天だけやってケツがないみたいな感じなんで、なかなかその披露する機会がないんですよね、そのライブであったり DVD であったりとか。なるほど。なんで山ほどありますよこんな、まあ、よくわかんない話だと。そうなんですね、まあ、そんなねすごい体験をしてる星野さんなんですけどね、はい、今日もう目の前で俺らの中ではすげえ体験してるなっていうことが一つあって、うん、門原、ね、ラーメン食べ行ったじゃないですか、はい、その後、まあ豊橋ってなんだろうと思って、はい、で最近そのお中元でもコラボさせてもらったかっこ笑い雑貨店に行ったんですよ、はいはい、でまあせっかく来てくれたんで、はい、僕なんか一個プレゼントしますよって言って、はい、そしたらこれがいいっていうので、うん、キューピーちゃんのね、はいはい、あの人形の、はいネックレス、ネックレス、はいはい、を買ったんですけど、はい、ずっとつけてます。あ、本当だ。本当だ。これですね。完全に忘れた。多分ですよ。豊橋と言わずに、日本で今星野さんだけです。つけてるの。このキューピーちゃんつけてるの。身につけてる。確かにそう。はい、その場でこの紐をつけてくださったんですよ、お店の店主の方が、なんでせっかくなんでと思ってもうその場でつけたんですよ、うん、お店で。そっからずっとさっきあのドラッグストア寄ってきたんですけど、はい、そのドラッグストアでもつけてて完全に体の位置うわっと思ってケスケさんに指摘されてそうだったって言って、こうやってずっと
ずっと握って隠しててでも足は出てるんですよだから逆にメンヘラに見えてる隠してる最後だね大事大事なるほどね確かにこれ後でちょっと写真に撮らせてもらっていいですかそうなるんですよって、はい皆さんにはねここでちょっとこんな感じですっていうのを、うん、はい、じゃこういう感じですこれをつけたままドラッグストアにとかね、しかも時間も結構早かったんで人結構いましたよね、見られましたね確実にね、はい、東京だと多分何人かつけてる人いるかもしれないですけど、まあ、田舎だからね、そう田舎だからの誰一人いないんでそれつけてる人目立ちますね、はい、やべえやつですよ、ね、やべえやつですねなんか僕そのドラッグストアで歩いてる時にパッて変な子を見つけたんですよ、うん、なんかわかんないですけどもう雨に打たれたような髪の毛びちゃびちゃの子供がいたんですけど、いた、それより不思議だったっすそんな人いたんだ、はい、飲み物買うところにいたんですよ、怖いそれまあでも大城さんのつけてるそのネックレスの方が怖いっすインパクトはね感じですよね明日の新幹線も多分それで乗るのかな隣の人ドン引きでしょうね避けられますよね、はい、ということでまだまだ引き続き星野さんに、うん、はい、お話聞きたいですね、はい、ありがとうございます、はい、ということで一旦、はい、アイキャッチ CM を挟んで、はい、入れましょう、はい、またまだまだ話してもらいましょうか、はい、はいはい、私星野由紀の体験談や取材で得た話を書き下ろしで掲載しております。恐怖実話怪談図書館、こちら、全国の書店そしてアマゾンでお買い求めいただきます。どうぞよろしくお願いいたします。はい、はい、引き続き星野さんに話を一緒に、はい、はい、後半戦スタートで、やっぱりグイグイ引き込まれますね、うん、話に。いや、うまいっす。いや、やっぱ、いやいや、それはもうなんかもう、いや、そのもう怪談師に向かってうまいとかいうのはそれは俺今多分ファンに殺されるそんなことはさすがだなって思ったね。思った本当にグイグイ引き込まれちゃう。もう一個話してもらえるんですか。はい、あ、はい、そうですね。もうちょっと対面なんで、はい、もうネックレスが気になって先ほどの話のずっといますからねここに、はい、すいません、ね、はい、じゃあもう一個、はい、話を、はい、では次のお話はですね、私のお友達から聞いたお話です。女の子なんですけれども、その子が、実はまあ、望まない妊娠をしてしまったと、はい、それで、まあ、今回は手術をすることになったんですね、はい、でその手術当日の朝早くにその病院に行くっていうことで、自宅にタクシーを呼んだらしいんですよ。で、まあ、タクシーが来たから玄関から出て行ったらその家の前にタクシーが止まっていて、でその運転手さんがすごくあの紳士的ないい感じの運転手さんで、で、まあ、お待ちしておりましたって言ってドアも開けてくれて、で、まあ、どちらへ行かれますか、何々産婦人科までお願いしますって言って、はい、かしこまりましたって言って走り出したんです。で走り出してしばらくしたらなんかその運転手さんの様子がおかしくて、なんだろうなと思ってよく見たら、あのバックミラーっていうんですか、バックミラー越しにすごく目が合うんですって、その運転手さんと。でなぜかチラチラとこっちを気にしてるなっていうのはなんとなく思ってたんですけど、まあ、言うほどのことじゃないから黙ってた。でもどんどんそれがエスカレートしていって、そのうち信号で止まるたびにこっちを振り返るようになったんですって。で振り返って後部座席だったりぐるっと 見渡すんですって。でなんかこう首をかしげて、でまた正面向いて運転しだしてって言って、で渋滞したりして車が止まるたびに窓の外を見たりとか、その車内をこうやって見上げたりとかってするようになって、でこれはちょっと、まあ、何かあったんだろうなと思って、次に何かあったら聞いてみようって思ったんですって。でそしたら信号待ちになったら案の定また後ろを振り返ろうとしてたんで、どうかしたんですかっていうことを聞いたんです。そしたらその運転手さんがハッとして、あ、すいません、何でもないですって言って、でもしあのお気を悪くされてしまったら本当に申し訳ございませんって言って、すごく低姿勢で謝ってくるんですって。だから、あ、全然大丈夫です、気にしてないです、でも何かあったのかなと思ってちょっと気になっちゃっ
ったんでちょっと言っただけなんですっていうことを言ったら、まあ、その運転手さんが、まあ、実はとちょうど今から1年ほど前にお客さんと同じぐらいの、まあ、年代の女性の方を乗せたんです。その方もどこどこさん婦人科へ行ってくれって言われたんです。でしかもその子はタクシーに乗り込んでくる時から涙目だったのが、車が走り出したらもう号泣しだして、で、まあ、見るに見かれてどうしたのってことを聞いたら、彼氏とのまあ子供を妊娠した、でもそれを彼氏に告げたら音信不通になってしまったと、はい、でもう連絡もすっかり取れなくなってしまった。でも自分はその彼氏のことが好きだから産みたい、でもその自分の両親は猛反対で、まあ、下ろしなさいと、それでもう下ろさざるを、まあ、得なくなってしまったっていうことで、その女の子はすごく傷ついて、まあ、泣いてたんですって。で運転手さんもその同じぐらいのその子と同じぐらいの娘がいるもんだから、もうなんか他人とは思えなくなってしまってすごく励ましたんですって。でお客さんまだ若いんだから、ね、男なんて そんな男はまあ最低ですよと、もう他にいい男なんていっぱいいるから、お客さん綺麗なんだから、うん、お客さんに似合うような最高の人これから現れるんだから絶対大丈夫です、すごく励ました。でその女の人も分かりましたありがとうございますって泣きながらその目的地に着きました、病院に着きました、でお金を払って、で本当にありがとうございましたって言って、まあ、車を降りていった。で運転手さんもちょっと心配だったんで、発車するふりをしてちょっと見てたんですって、その女の子がちゃんと病院の中に入っていくかどうかを。そしたらその病院の前の車が往来している道路に飛び出しちゃったと、まあ、跳ねられてしまったんですね。ただ、まあ、命に別状はなかったっていうことだったんですよ、っていうことが1年前にあったんです。なんかそれを思い出してしまってっていうふうにその運転さんがおっしゃってて、あそうなんですか、そんなことがあったんですねっていう話をして、で目的地の病院に着いたんですよ。で最後お金払って、でお世話様でしたって言って降りようとしたら、その運転手さんが、お客さんすいません、おせっかいなのは分かってるんです、でも私も娘がいる身ですからお客さんのことがどうしても心配なんです。お客さんがこの車に乗ってきてから今までずっと車内で赤ちゃんが泣いてるんです。実はその彼女子供を降ろすの2回目だったんですよ。2人目というお話でございました。おー、ありがとうございます。重いですね。それ1回目の人、1年前の人と同じ人っていうことではない、うん、あではないです、ね、全くの別人ですねそれは、はい、たまたま、ずっといろんな意味で2人目、その運転手さんにとっても2人目、その女性にとっても、まあ、降ろすのが2人目、いろんな2人目というお話でございました。ありがとうございます。ありがとうございます。赤ちゃん、じゃあ1人目の赤ちゃんが泣いてたんだったのかなっていう、ね、水子っすか。そう、水子はね、まあでも悪いとは言わないですけど、うん、もちろんそのタイミングとかもあるんで、そうですね、まあ事情がね、うん、あるのかもしれないですけどね、うん、重たい、うん、まあ、この話どこでしても大体こういう時なんかいつもケラケラ笑ってる僕、うん、笑っちゃいけないのかなと今、まあ、まあ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 ね、戒めみたいな話でもありますよね、ある意味ね。本当ですね。その運転手さんにだけ、ね、聞こえた泣き声が、まあ、でも優しい人なんでしょうねきっとね。そういうことですよ ね、 ね、言いますからね、やっぱ優しい人にはついてくるっていう。じゃあめっちゃついてこられてるかもしれん、まあ、多分それ言っとる時点でもうそんなに優しくない。たま
まった今木村さんが俺めっちゃ連れてきてるかもしれんの時の顔ウキウキしてたのに ねキラキラしてました食い気味で言っちゃったからシャットアウトしましたね今まあそのタクシーの話っていうのは、うんまあ、結構いろいろあるじゃないですか、ねうんうん、タクシー運転手さんの体験談みたいな感じで、ねまあ、でも確かに毎日いろんな人を乗せるから、うん、まあそれは一つや二つあってもおかしくないなとは思うんですけど、そうだね、でも僕も昔よくタクシーを使ってたんですけど、うん、聞くんですよやっぱありますか、ありますかみたいな、大抵そんなないよって言われるんですね。そっか、まあ、なんか霊的なことより変な人の方が多そうですね、うんうん、だから聞き方がちょっとなんか間違えてたかな、その幽霊乗せたことありますかみたいなのじゃなくて、もう同直球じゃなくて、なんか怖い体験ありましたかみたいな、なるほどね、不思議な人とかいましたかみたいな話からしてけばよかったなって思う。確かに結構僕の家から駅までね20分30分まあかからんぐらいはあるんで、うん、結構位置は聞けるかなっていうぐらいの距離はね、確かに確かにあるね、うん、星野さん自身は特にタクシー乗った時にその話を収集しようとか思って運転手さんに話しかけたりとかっていうのは、うん、あんまりでもねタクシーに乗る機会があんまりないんですけど、うん、そうですね、あんまり積極的に話しかけたりはしないです、ですよね、なんかタクシーに限らずですよね多分、うん、そういうなんか積極的に怖い話ありますかみたいな、あんまりそう星野さんは行かないかぐらいだと向こうから来る感じ、あこういう話があったんで聞いてくださいよって言ってね、あそれはでもしますけどね、いやいや確かにそれはありますね、でもねありがたいですけど全然聞きますけどね、そしたら何々って、じゃ僕らも、うん、正直始めた時は全然体験談なんてね、うん、あんまりもちろん認知度もなかったしあれですけど、うん、今は結構来ますもんね、もう素晴らしい、そう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 、素晴らしい、結構みんな送ってくださるんですよ、素敵素敵、ありがたいですね、ありがたいですね、かなりいっぱいありますもんね、いっぱいありますね、うん、話、僕も結構いろんな人に怖い話ないって聞くタイプなんですよ僕は、うんうん、でいろいろ聞くんですけど、うん、僕弱点がちょっと頭がちょっと弱いので記憶力がねえんすよねちょっとわかる、そうちょっとわかる、それはあの聞いた話話したいんですけど、うん、話せなくて、うん、自分の体験した話ばっかになっちゃうんですよでいつの間にかネタが尽きるっていう、だって結構聞いてるってことじゃ、いろんな話は結構聞いてるんですよ、だって俺らもさっきね星野さんと、はいはいはい、運転してる時に星野さんから結構怖い話聞いたんですよ、そうなんだ、ちょっともうあんま覚えてないです数時間前のこと、おそうかそうなんですよ、え事細かく覚えてるケースケ、あ今日のお話ですか、うん、ね覚えてますよ、絶対嘘で、これもなんかこの流れだともう一回星野さんが話さんといかんっていうそういう流れになっちゃった、ちょっと、うん、そのメディアとかじゃできない、うん、そうなんですよ、あなるほどね、絶対言わないでくれって言われる、あそういう話があるんだね、それ絶対言わないでくれっていうのを言わなかった方が良かったかもしれないですね、星野さんのイメージダウンになっちゃうじゃないですか言ってるっていう、言わない、あのメディアとかで、ね、うん、流さないでくれ、表に出さないでっていう、まあまあそういう話もありますよね、いやでもすげえ話でした、うん、マジっすか、はい、うわめちゃめちゃすごい話、これ多分聞きてってコメント来るっす俺もめっちゃ聞きてっす、そんな、まあ、収録終わったら、うん、収録終わってから、そうですね、はい、後ほど、なかなか気持ち悪いですよね、えぐめの話ですね、だからそれを聞きながら本坂トンネル、はい、あ雰囲気あるじゃないですか、うん、なんで、うんうん、だから怖いのが揃ってるのに、うん、星野さんの声が良すぎて、うん、もう俺ニヤニヤしてましたもん聞きやすいなっていう、本当にうまいし、そうなんで僕結構そのいろんなところで聞くんすけど、あのタクシーに乗ることが僕あんまないんで、うん、まあそうだよね、移動手段としてタクシー使いたいんですけど、なんか匂いが僕苦手なんですよ、タクシーの、はい、あのタクシー車の匂いってよりかは、うん、前乗ってた人の匂いとか運転手さんの匂いが、分かる分かる分かる、がもう苦手なんですよ、
なんで避けちゃうですね。で駅から歩いて多分10分もしないぐらいに家があるんで、うん、まあ歩いてタクシー乗るぐらいなら歩いて、ああまあそうかそうか、帰っちゃうですね。そうだね。星野さんお酒飲むんですか？うん、私全く。全く。はい。ああ全くなんですね。全くなんですよ。それはなんか気持ち悪くなっちゃうとかそういうのじゃなくてですか？体質で全く受け付けないんですよ。へえ、はい。いますね、アルコールアレルギーみたいな方。そうなんですよ。うん、ちょっとあの見せましょうか、収録中ですけど。見せましょうか。なんだろうなんだろう。なんだろうね。いや私も全然ダメでお酒は。あ、そうなんですか。うん、まあ意外ですね。飲めないんですよ。ビール二口ぐらい。もう飲んだらもう顔真っ赤になって頭ガンガンしてきてみたいな。あ、じゃあ一緒ですね。まあ、アレルギーに近いみたいな。これもう私ゲコライセンスって呼んでるんですけど、はい、あまりにも飲めなすぎて遺伝子検査してみたんですよ、はい、そしたらなんか日本人に 3% しかいないゲコ中のゲコですって言われて、調べたい。そんなんあるんですね。絶対飲んじゃダメですっていう診断で、飲んだら死ぬレベルなんで絶対飲まないでくださいっていう診断が出たんです。どこでこれ調べられるんですか？これ多分インターネットで出たら、はい、あの打ったらアルコール遺伝子検査みたいな感じで出てきますよ。はい、私の場合はあの検査キットが送られてくるんですよ、はい、で綿棒でこの口の中のこの内側をグリグリってやって、そうですそうですそうです、それを送る。これって写真出してもいいですか？あ、いいっすよ。いいっすか？はい、じゃあちょっと今出しますね、うん、こういうカードがドンと。見たことない。見たことない。初めて見た。いや、それやってみたいな。いやでもこれ、うん、いいっすね。持ってると。これいいです。その、うん、あの本当に私飲めないんですっていう、うん、飲めよみたいなこと言われた時に、うん、ありがとうございます。はい。なんで結構あの疑われるんですよ私。いや本当に飲めないのみたいな。嘘でしょみたいな。本当に飲めるっしょみたいな。なんで。その顔で飲めないとか詐欺だよとか。ちょっと若干失礼ですよ。失礼ですけどちょっとわかるっす。どの顔っていう感じになっちゃう。僕飲めそうな、そう飲めそうな顔イメージですよね。そうなんですよ。なんでね、結構困ることがちょこちょこあって飲み会とかでね、しかもなんか打ち上げとかでも、ね、言われそうですよね。なんかね、もう最初の一杯からウーロン茶なんで、なんでだよって言われる。そしたらもうゲコカードを、もうそっと、すぐドヤ顔で、もう私レッドカードですちょうど赤いし、ね、レッドカードだ、うん、なんで木村さん聞いたんですか急にお酒の話。はい、いやなんかこう、なんていうの、そのさっきの家の中での話とかも、まあ、うん、結構まあ酔っ払ってると、まあ、なんていうんですか、そういう、まあ、見やすいというかさ、なんか勘違いしたりとかもするかもしれないしっていう、まあ、その体験談が多いっていうのと、まあ、そのお酒を飲んで酔っ払ってなんかそういうの見るみたいなさ、うん、そういうのもあるのかなと思って。うん、ゼロでしたね。ゼロですね。そうなんですよ。余計にね、そう分かんないんですよね。本当ですね。まあ匂いで、そのなんか霊の存在を、うん、知る人もいるし、うん、あのね、耳で聞く人もいるし、うん、っていうのをいろいろその、うん、なんていうのかな、能力別じゃないけど、うん、まあ、得意分野じゃないけどさ、感覚別っていう、そうそう、なんかそういうのがあるって話聞いたことあるから、うん、まあ、星野さんはその、まあ、体感型というか、体感型、ね、見えないし、接触、接触型なのかなっていうね。すごいな。でもちなみにウイスキーボンボンとかでもダメなんですか？あ、もう絶対ダメ。あ、ダメなんだ。絶対ダメ。もうアルコールっていうのがもう一切。私シャンメリーもダメですか？一応あ、シャンメリーってノンアルコールじゃないの？いや 0.0 なんか入ってますよね。あ、そうなの。本当に微弱な、もうそれぐらいだったらまあ大丈夫っていう。まあまあ、でもシャンメリーだったら確かに。でもね、もうプラシーボでダメです私。あ、そう、僕の友達にも一人いるんですけど、うん、もう匂いだけで顔真っ赤になる人います。似てる。僕結構お酒飲むんですけど、うん、その酔っ払った状態で勘違いするみたいなのも全然ないですね。お化け見たみたいな。あ、そうなんだ、うん、あれですよ、酔ってる時って入られやすいんで。あ、そうなんですね。そうなんだ。だからあのね、酔っ払ってあの、うん、人が変わるのは入られてる、あ、言いますねそれね。ちょっと憑依、若干憑依で片足突っ込まれてるみたいな、みたいな。確かに日によって全然テンション違いますもんね、うん、お酒飲んでる時って。
ちょっとまたお酒の話戻っちゃうんですけど、はい、あの俺らがもらった博多の明太子あったじゃないですか。あったっす。めっちゃアルコールにつけてあったみたいな感じの、うん、したしたした、すごいした。あれとかもうダメでしょうね。ダメでしょうね多分あれも。あの美味しかったっすけど。美味しかった美味しかった。ダメだと思うな。もうそのアルコールの匂いもだってって感じですね。もう、うん、あ、なんていうんですかね、ラム酒のケーキとかあるじゃないですか、ブランデーケーキ、もうあれもダメですね。ラムレーズンも？あ、ラムレーズンはギリギリいけるかな。でもちょっと危ないです。あ、そういう、そういうじゃないや。多分ですけど、あの今日星野さんがお土産でくれたドリンクあるじゃないですか、はい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 、あれさっき飲んだからテンションおかしくなってきてるじゃないですかね。聞いてきてますよ。赤マムシドリンクをぐいっと一気飲みしたんで、なぜ赤マムシドリンクをお土産で持ってきてくれたのかも分かんないし、なぜすぐ飲んだのかも分かんないです。東京タワー、なんか東京のお土産を持ってきたいなと思ったんですよ。ただでも食べ物とかお菓子って東京じゃなくても案外買えちゃったりするじゃないですか。そうですね。なんでなんかせっかくだったらなんか東京印のなんかないかなって探したんですよ。そしたら東京タワーのそのエナジードリンクがあったんで、あ、これは面白いぞと思って。見たことないそう。そうしたらたまたまマムシだっただけですよ。それがたまたまマムシだったんですよ。例見たらね、東京タワーにマムシが来る、そうそうそう、くるくるね、絡みついてたね。誘われてんのかなあんなんもらったら。失敗しました。あげたらいかんもんだって。星野さんのファンに刺されるあれ間違いないです。カバになってかかってきますね。やばいやばい。そしたら怖い話で話しますね。人怖っすっつって完全なる人怖ですね、これは本当に。あ、人怖の話が出てあれなんですけど、あの幽霊系の怖い話と、はい、うん、あの人怖系の怖い話どっちが好きですか。あ、そう聞きたいですね。でも個人的に興味があるのは人コアの方ですね。ああ、そうなんですね。なんか人コアの方ってそこから派生しそうじゃないですか、幽霊の方に。わかりますかね。どういうことですか。なんていうんですかね。それこそまあ生き霊もそうですけど、はい、その結果的にその根本にあるのって要するにその人の憎悪であったりとか、ね、あの悲しみであったりとか、多分そういう部分だなっていうふうに私は思ってるんですよね、その実は怪談のこの根本にあるもの。それって強さで言ったらおそらく人の方がその思いって絶対強いんじゃないかなっていうのは思うんで、人怖って、そしたらある意味怪談でもあり、なんか最強なんじゃないかなっていうのはなんとなく思い出してて、最近あの怪談の仕事するようになってからちょっとわかる気がします、まあ、幽霊も言ったら元人間ですからね。そうですね。その根本にあるのが人っていうのはすごいわかるなって思いますね。なんでちょっとね、最近はあの昔は本当にお化け大好きだったんですけど、お化け大好きお化けの話が大好きだったなんか最近やっぱり年を追うごとにあの突き詰めていったら人怖って面白いなっていう、その階段になる前のスタート地点というか、エピソードゼロっていうか、なるほど、そんな感じなイメージは確かにあります。それこそバックボーンというか背景の部分が一番色濃くある部分なんじゃないかなっていうのは、だから僕らが例えばまあもう死んで100年後とか200年後とかには、その僕らが人怖として聞いてた話が、もしかしたらそこでは怪談になってるかもしれない。そうですね。なるほどね。そういうのはまあ面白いって言ったらあれですけど、面白いですよね。興味深い話だなと思います。そうか、そうか。人怖系。なんか僕その人怖から怪談お化けに変わった例とかいるじゃないですか。もともとストーカーだった男の人が、嫌がらせをして、まあ、嫌がらせっていうかストーカー行為をしてて、叶わず亡くなったけど、その霊が未だに毎晩来るんですよみたいな、そういう時に、おお、いいねってなります。わかるわかる。ミックスね。そう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 。わかるわかる、やっぱり。すごい。お化けでも出てくるし。あとその、まあ、ストーカーの話で言えばさ、はい、あの俺の先輩のお話だけどさ、はい、あの死んだ時に、はい、それでも好きですっていう。言ってたのが、絶対そんなん言えんはずなのに飛び降りて死んだんですけど、そのストーカーの人が、女性の方なんですけど、それでも好きですって言ってたんですって、死ぬ間際に、だけど救急隊員の方からしたら、もう即死なんですけど、あ、飛び降りだから、そんなこと言える状況じゃない、状況でもないし、ただ
そのそれでも好きですが、うん、ルース伝に入ってたんですって。へえ。だからこの話はもう人コアであり、うんうんうん、その人がの思いが本当だすごい飛んだ話で、ねね、というか念ですね、本当にね。この話は俺好きですね。だから例の話にもなりうる、このじゃあその人が亡くなった後なんかあるんじゃないかっていう続きもありそうな話で、なるほどね。なんかそういういろいろつながっていくのが、ね、まあ面白いっていうか、うん、興味深いよね。興味深い。星野さんのその、あの怪談会というか、はい、そういうのに行けば今みたいな感じで、うん、話が聞けるという。そうですね、はい、怪談ライブ。今はでもあまり主催をすることは最近はなくなってしまったんですけれども、うんうん、ゲストとして呼ばれて、ね、呼ばれることの方が最近は多くて。昔は主催もしてたんですか。そうですね、あの怪談図書館として、怪談図書館のライブっていうのは割と今まで定期的にやってきたんですけど、今ちょっとそれぞれみんなあのそれぞれの活動が忙しくなってしまって、なかなか図書館としての活動ができてない状態と、定期的にライブをするっていうことが難しくなっちゃったんで、まあいいことなんですけどね、忙しくなると、ちょっとね寂しいんですけどね。そうなんですよ。なんでね、なんか東京ってなんか僕らがこのなんかをやるとき、この田舎で、うん、なんかをやるときどこどこホールだったりとか、うん、なんかそういうイベントスペースを借りようとするじゃないですか、うんうん、だから東京ってなんか、うん、どっかの会議室とか、うんうん、とかでイベントやったりもしますよね。します、します、全然します、はい、と思って、その、うんうんうん、まあ簡単な居酒屋とかでもやったりするし、うんうんうん、カフェだったりとか、うん、カフェを貸し切ってとか、うんうんね、そうですね、アトリエ公演みたいな感じでね、なんかそういうの気軽にできるっていうか、そのやっぱりやる箇所が多いんだなっていうのがなんか東京の魅力というか都会の魅力かなっていう。田舎だとどうしても限られた場所、ここかここかここみたいなのもあるんで。本当ね、そうですね、やっぱり東京は本当にいろんな怪談師さんがいるんで、あの何ですか、選択の自由っていうか選べるんですよね。この人の話を聞きたいからこの人のライブに行くみたいな、それも楽しみの一つだと思いますね。なんか最近ちょっとケイスケと話してたんですけど、やっぱりなんかそういう都会でもなんかしたいなっていう、本当、なんか前の生配信でもすごいなんか東京でやってくださいとか、ありましたね、あったじゃないですか。ありました。なんかこの、うん、まあどうか分かんないですよ、はい、でもまあもっと登録者の方が増えて、はい、そのおからじいねって言ってくれる人が増えたら、はい、なんかいろんなとこ回って行ったりとかも面白いかなと。面白い、面白そう、すごい思いますけどね。巡業、巡業あ、まあ、まあ、そうだね、それはなんか目標の一つというか、そうそうそう、なんかこう、まあ、木村さんもね、あの仕事があるんで、うん、僕も仕事があるし、そうですよね、まだ難しいのかもしれないですけど、うんうん、まあ、でもできたらいいなと思う。本当はね、なんか将来的な、その時はぜひ、ね、そう、星野さん来てくれるかな。言っていいのかなこれ。キーぐらいでピーって入れる。口でピーって。でも本当に関東行ったらね、星野さんとやるとか。あ、面白い。本当。ぜひぜひ。ね、また、うん、これを機にまた仲良く、あのさせていただいて。はい、あ、ぜひぜひ、こちらこそ。いいなって。はい、個人的にはね、何回かお仕事を、まあおからじのね、イズマインとかも、あ、じゃあエンディングイズマインにしておきます、ね、流しちゃいましょうか、ね、星野さんのと俺らの初絡みの、あ、ですね、そうですね、懐かしい、もはや懐かしい。今日は星野さんモノマネとかできるんですかっていう話聞いたんで、今やってくれとかじゃないですか、無理じゃなくて、うん、聞いたら、うん、井上喜久子さんっていう方の声質とかに似てるっていう話をしてて、まあ、僕はあのメタルギアソリッドっていうゲームが結構好きで、はい、それによく声優として出てる方なんです。井上喜久子さんが、まあ、でも本当いろんなものに、ね、もう多種多様ですね、うん、もう子供からお姉さんまでいろんな声やられる方なんですけど、似てると言われる、似てるっていう、そうですね、何名かの方から言われたことがあって、でそれを意識してくれたのがイズマインのあの最初のやつで、あ、
なるほど、はい、ただあのミックスしてあるんでいろんなタイプ、はいはいはい、3タイプぐらい、ね、ぐらいね、うんうんうん、ちょっと分かりにくいかもしれないですけど、そうなんですよね、ちょっとね、主に採用されたのがあのかなりロリーな、そうっすね、アイドル、俺大好きっす、うん、目力が、ね、大好きっすマムシが聞いとるっすね、使うことのない声質を選ばれてしまったっていう、えちょっと聞きたくないですか生、えいいんすか、ロリボイス、ロリボイス、いいんすか、ロリボイスちょっと聞きたくない、なんてっけ、なんてっけ、あのなんてっけ、そのモンモンはなんてっけ、え今日もありがとうっすよね、うんうんうん、ですね、うんうん、聞きたいです、木村さんつけてほしいっす頭に、木村さん今日もありがとう、なんでしたっけ、明日来てくれた木村さん、来てくれた木村さんが大好きですって言えばいいかな、あーそうかそうかそうかそうだ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 、そうだ、じゃ俺の目見ていってください自分で貸しすぎ、怖すぎ、変態紳士木村コンプライアンスどこ行ったでもまあそれも今日はもうそれでもうまとめみたいな、あそうそうですね、うんうん、じゃあもう終わりということで、そんな、まあ、赤ちゃんの話ももうどっか行きましたけど何の考察もしてない、怖いね、怖いねっつって終わったっすから、じゃあ行ってもらっていいですか、はい、分かりました、はい、今日はあの星野さんに来ていただいて怖い話もね、うん、していただいて、うん、本当にあのありがとうございました、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 じゃあ最後に締めで、はい、ロリボイスで締めてもらおうかなって、はい、これあれですか、これあの木村さんつけないとダメなやつですか、まあ、そうです、そこはつけてほしいですね、つけてもらう、ダメなやつ、そこは粋なのかなと思って、お気見上げとして僕ら大丈夫なんで大丈夫、うん、じゃああのお気見上げっていうタイトルで星野さんの怖い話入ってます、 あれめっちゃいい話だった、本にね、めっちゃいい話でした、はい、うん、ありがとうございます、うんうん、あの気になった方は階段図書館本当にAmazon で買えますんで、 JP っていうところで、はい、ありがとうございます、はい、じゃあ急振りするですか、あそうですね、じゃあお願いします、はい、お願いします、じゃあ大島さん、木村さんにどうぞお願いします、木村さん今日も来てくれてありがとう、来てくれた木村さんが大好きです、また明日会いましょう、おお、ありがとうございましたありがとうございました、ありがとうございました、日々に背を向けて心を閉ざして塞ぎ込んでた、でも出会ってしまったんだ、画面の中あなたは優しくて輝いてた、今すぐ伝えたくて駆け出した、君に届けたいよこの想いを、いつも僕の前で笑ってくれた、さよならの前に君がくれた言葉、もう一度、君の言葉僕だけのものに、どうして苦しい時に笑っているの、どうして伝えたいことは伝わらないんだろう、君の笑った